東京ドーム、みんなが楽しみにしていた大合唱です。ブーイングと帰れコールが沸き起こります。この3人の関係考えたらやばいですよ。これロスインゴでたもとを分かった3人です。それぞれの道を行った。イーベルの乱入を真田が阻止した。蹴散らしたのは敗れた真田のシャイニングウィザード。ちょっとこれはメインを締めくくれるのはこのリングで最後まで立っていた者ただ一人、2人にだけにしかわからない感情があるのかもしれません。しました。イービル選手のアピールをああやって蹴散らして、そして1本指を突き立てたということは、はい、戦い抜いた真田コールです。真田の胸に今どんな思いがこみ上げているのか。そして舞台は整いました。ユニットは変わったけど、今俺がマイクを握っている、これはお前のおかげだよ。グラッシャ真田。テレビ、インターネットを通じて日本中のお客様、世界中のお客様、そして今日東京ドームへお集まりくださったたくさんのお客様、この最高の空間を作ってくださった皆様に感謝いたします。グラシアスアミーゴス。我々ロス・インゴベルナブルサーポンを応援してくださる皆様を2024年さらなる高みへ導いてみせますよ。我々ロス・インゴベルナブルサーポンにご期待ください。ところで今日俺が一番楽しみにしていたのは4年前の忘れ物、つまりここ東京ドームで大合唱、皆様も大合唱しに今日東京ドームへ来たんですよね。じゃあ史上最大規模の大合唱、皆様準備はよろしいでしょうか。新日本プロレスレッスルキングダム18、最後の締めはもちろんブッシー、ヒロム、高木、ティッタ、ヨータ、イーナイト、ローソントローロー18年前、いや19年前からナイトデゼはやっぱり大きな山だよ。そう簡単に越えさせてくれないというか、ただこの大きな山があるから自分自身もやりがいを感じてますし、内藤哲也に感謝してるよ。ただ俺は諦めないからな。ずっと目標にしてた東京ドームでの大合唱だったんだけどね、喉が声が枯れてしまっていまいち思いっきり叫べなかったよ。いいところまで行くけど、でもやっぱどうしてもうまくいかない、それが俺らしいなって思っちゃいました。でもずっと目標にしてた東京ドームでの大合唱が実現できて嬉しかったし、大合唱ができた瞬間また次の目標ができましたよ。VTR にも流れてたけど、俺はマツダスタジアムで試合がしたいな。マツダスタジアムで広島のお客様と一緒に大合唱したいな。あと俺の地元である東京都足立区にある東京武道館でも試合と大合唱したいし、俺がデビューした地草加市スポーツ健康都市記念体育館でも試合、そして大合唱したい。まだまだ俺にはやりたいことがありますよ。今日東京ドームで大合唱したらナイトは終わってしまうんじゃないか。そんなの余計なお世話だぜカブラン。まだまだ続く内藤哲也のプロレス生活、皆様トランキーロ、焦らずに、そして目を開いてゆっくりご覧ください。我々ロス・インゴベルナーブレス・ヤポンが皆様を熱狂空間にお連れしますやカブラン。質問があるのかな。でも残念ながら今俺も疲れたから眠いから、明日も試合でしょ。もう早く帰って寝たいよ。じゃあ明日かな、また気が向いた時に質問を受け付けるから、その時までトランキーロ焦んなよ。アディオス。